皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今回は新選組ゆかりの地を巡っていきたいと思います。私が愛してやまない新選組の地、今からワクワクしています。今回の動画は第1部、市営館での出会い、そして京都へ、第2部、浪士組から新選組へ、第3部、会津藩と新選組、第4部、決戦池田屋事件、第5部、出会いと別れ、第6部、戊辰戦争勃発、そして北へ、という6部作になっています。もう今回超盛りだくさんです。今回は第4部、決戦池田屋事件の舞台をご紹介していきます。ではまず池田屋事件がどのようにして起きていったのか、時系列に沿ってご紹介していきたいと思います。私が今いるここの場所は京都河原町市場に今いるんですけど、京都河原町市場で増屋という商屋を営んでいた増屋喜右衛門を名乗る本名古高俊太郎という人がいました。この古高俊太郎という人はですね、長州の患者の大元締めとして諸大名や公家などに働きかけたり、武器弾薬などを買ったりする活動家だったんですね。でその増屋で大量の武器弾薬が押収されたんです。増屋では武器弾薬などに加えて血板状なども発見され、事態を重く見た新選組は前川邸でこの古高俊太郎の尋問を開始します。そして前川邸での拷問によって古高俊太郎が入ったと言われているのが、なんと祇園祭りの前の風の強い日を狙って御所に火を放ち、敵対する会津藩などの敵対勢力の大名や公家たちを殺害し、さらには天皇を長州にお連れして、その天皇を旗印にしようっていう計画があるというふうに拷問によって自白したというふうに言われています。この拷問による自白が本当にあったかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、実はでもちょっと待って、なんかすごいでかい鳥がいるんだけど、本物？すごっ。ごめんなんだっけ。あ、でその計画が漏れましたと、古高によって。その新選組に捕まった人ってもう一生出てこれないか殺されるかしちゃうんで、過激派浪士の皆さんは古高俊太郎奪回のための計画を立てよう、会合を開くっていうのが、まあ、後の捜査で分かるわけなんです。というかでもその計画はね、古高俊太郎をそもそも奪回しに行くべきかどうか、助けに行って自分たちも捕まっちゃったら大変だから、そもそも助けますか助けませんかっていう会合が開かれるっていうのが、取り調べとか、まあ、その周りの聞き込みとか諸々の捜査で分かっていきます。その会合が開かれる場所2つまでポイント絞られるわけなんです。会合が開かれる場所として濃厚だったのが四国屋、そして辞典が池田屋だったわけなんですね。最初から池田屋事件って、その池田屋でやるぞって分かって池田屋に行ったわけじゃなくて、池田屋か四国屋ていうか、でもどっちかって言ったら四国屋かなと思って、四国屋の方に新選組の大使も多く割り振られて出動していくんですよ。まあ、人数少ないけどめっちゃ強い部隊っていうのが池田屋に行きます。そしてその池田屋に行ったのが、まあ、市営館時代のメンバーとその他の皆さんで行きまして、市営館組が中に踏み込み、その他の平大使の皆さんは屋敷の外で固めて、屋敷から逃げる浪士たちを斬るまたは捕獲するっていう役割についてました。で有名なのが近藤さんが池田屋に来て、コンコン、主人御用改めであるみたいな、御用改めっていうのが取り調べしますよみたいな意味なんだけど、あなたのところに用があるんでちょっと取り調べさせてください、お宅に変な人来てませんかっていうわけですね。そうすると、まあ、2階でその会合が行われてたわけなんですけど、2階のお客様、新選組が来ましたよみたいなことを店主が上にわーって言うんですよね。でもなんかその時その2階で行ってた会議はもうすごい白熱してて、店主の声聞こえなかったとかだったかな。とにかくもうめっちゃその宴会っぽいことをしながら多分段階計画を立ててて、すぐに刀が持てなかったのかな。とりあえずその近藤さんたちは2階にガガガって上がってって、浪士がいるその部屋をパンって開けて、そこから室内乱闘が始まるわけなんですよ。いやー、もうこれが一番新選組の華々しい功績なんですけど、そこで主に長州藩士、まあ、過激派の皆さんを一気に粛清して華々しく凱旋して帰っていくと。で京都の町に火を放つ計画だったっていうことから、京都の市民たちは京都を守ってくれたってことで、まあ、新選組に対する、今まで身分浪士組のことを身風呂とか身ボロとか、なんか身だしなみが汚いから身ボロみたいな、なんか身分の狼みたいな感じでこう悪く言ってたんですけど、ちょっとこう点数が良くなったというか、ちょっとヒーローっぽくなった
みたいな感じですね。まあ諸説あるんですけど。でその会合に本当は桂小五郎も来る予定だったんだけど、早く来すぎちゃったから近くにある知り合いの家で他の話してて、そろそろ行こうかなって思ったら新選組めっちゃ来とるやんけってなって逃げたというわけなんですね。桂小五郎って逃げの小五郎って言われるぐらいこう逃げるスキルが高くて、危ねってところでうまいこと逃げてくんですよ。なんかこう土方さんたちの隊は近藤さんたちが踏み入った後しばらくしてからどうやら池田屋らしいぞっていうのが分かって池田屋に到着するんですよ。でこの池田屋で有名なのはそこで沖田さんが咳をして血を吐いてしまったっていう。沖田さんって最終的に結核でお亡くなりになるんですけど、時代劇とか小説とかではこの池田屋の場面で沖田さんが初めてみんなの前で血を吐いてしまうっていうシーンがあります。あとはだいぶもう粛清終わったなって思って気を抜いた東堂平助っていうその司令官時代からの組長がちょっと気を抜いた瞬間に鉢巻きのここを敵にスパーンって切られちゃって、額がパーン割れてここから血がドク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 って出るっていう、このシーンも有名なシーンです。恐ろしい。だからもう一瞬気を抜くとさ死んじゃうっていう、もうほんと死と隣り合わせなんですよ。あの時代は本当に怖いです。走行してると三条に到着しましたね。池田屋から逃げた浪士たちはここの三条大橋の上でも追撃戦が行われていて、見てください、その時の刀の切った跡が三条大橋のこの場所にもまだ残ってるんです。池田屋事件ってなんか池田屋の中だけで起きてる事件のように思われがちなんですけど、市街戦も繰り広げられてて、新選組だけじゃなくて会津藩桑名藩も出動して市街の中でも展開されるような戦いでした。池田屋事件では20名近くの浪士を捕獲することができて、しかも京都に火を放つっていうこの計画を未然に防げたことで新選組の名声は大いに轟いたということなんですね。新選組が最も輝いていたのがこの池田屋事件なんです。やってきました、こちらハマグリ御門でございます。ここはですね、前年の8月18日の政変っていうのがありまして、東州型のあの公家とかが一気に都落ちした事件があったんです。その8月18日の政変で長州藩の勢いは衰えていたんだけれども、池田屋事件を受けて何してくれてんじゃ新選組はみたいな、っていうかその上にいる京都守護職がもう憎いってなって、新選組が憎いイコールそれの親にあたる会津藩も憎いみたいになって、会津藩の藩主を失脚させるべくできれば殺す、ダメでも失脚みたいな感じで長州藩は兵を率いてこの京都に攻め上ってくるんですよ。そしてこの浜栗御門、ここの門のところで幕府側の人たちと長州の人たちが対峙して、ここでまさに戦いが行われたんです。それが金門の変って言われてる京都御所、御所の周りに門が何個もあって、その門のことを金門って言うんだけど、そのうちの一つ浜栗御門で起きた戦いのことを金門の変って言います。浜栗御門の変とも言います。ここで長州と、まあ、主に薩摩と会津が戦うんですよ。そして長州藩は負けて落ち延びていくんですけど、この時は薩摩と会津は手を取って一緒に京都の御所を守備してたのに、後ほど薩長同盟とか言って、おふざけんなよ薩摩と思ったわけなんですけど手を取って薩長は倒幕側に傾いていくというわけなんですね。で浜栗御門なんですけど、これ分かります？銃弾の跡、今から150年ちょっと前ぐらいにあったその金門の変の時に打ち込まれた銃弾の跡なんですよ。これが尊王攘夷とか言ってさ、天皇陛下敬うって言ってたくせにさ、天皇がいらっしゃる御所に向けて発砲するとは何事ぞって話なんですよ。何が尊王攘夷なんだかね、言ってるだけじゃん尊王攘夷とかって思うわけよ。ただ幕府倒したいだけじゃないんですか君たちはっていう。新選組はその頃どこにいたかっていうとですね、九条河原というところで陣を敷いてたんですね。じゃあ来いって待ち受けてたんだけど、遥か後方で黒煙が上がるのを見て、あれ後ろってなって、京都御所の方向に自分たちも主戦場に行くぞって言ってやってくるわけなんです。
駆けつけた新選組はこちら境町御門までやってくるんですが、新選組が来た時には大方の戦いは終わっていて、この辺りはもう敗残兵を相当するぐらいしかすることがなかったんですよ。やっぱり新選組としては池田屋で戦果を上げた後でもあったので、ここの金門の辺でも絶対戦果を上げたかったはずなんですけど、残念ながらここではね目立った手柄を上げることはできませんでした。今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいねって思ってくれたそこのあなた、いいね、チャンネル登録、コメントなどどしどしよろしくお願いします。次回は出会いと別れというわけで、大型グループの加入と司令官時代からの仲間であったあの人との別れが待っています。というわけで次の動画でまたお会いしましょう。またねー。